はい、画面の前の皆さん、どうも、ゆうきと申します。バイオミュータントというね、オープンワールドのゲームをやっていきたいと思います。でですね、今日はですね、ちょっとですね、一つ先に言わなきゃいけないことがありまして、マイク音をですね、完全に入れ忘れましたので、今日はまったりとね、どんな感じかと説明しながら、これ後でね、入れてます。プレイの時はね、一生懸命喋ってたんですけども、全部入ってなかったんで、はい。で、後半はね、入ってると思うので、その辺は気にせず見ててください。ちなみにね、どういうゲームかというと、動物がこんな感じで主人公なんですけども、生命の木というね、木があって、それをね、守る側と壊す側っていうのがありまして、勢力がね。で、生命の木が壊されてしまうと、この世界が、まあ、終わってしまうということなので、生命の木を守る側と壊す側の勢力につけるっていうのがね、まず醍醐味なんですけども、僕はですね、生命を守る側についてますね。まあ、すごいね、ちょっと別の作品のお話で申し訳ないんですけども、スター・ウォーズだとね、ジェダイとシスっていうね、まあ、正義と悪みたいなのがあるんですけども、まあ、いわゆる正義側についてプレイしてますね。で、今回何やるかっていうと、このマップにあるね、このね、黄色い部分にあって、前哨基地っていうのが3つあるんですけど、そして最終的にこのネトーラっていうボスを倒しに行くっていう、ことを今回はやってました。これネトラね。で、これ3つあるんですね。はい、3つ。これをまずね、最初にこの前哨基地というのを3つ落とさないと、ネトラというボスのところまで行けないと。ただね、おそらくね、まあ、かなり笑いで終わると思うんで。はい。でね、新しい乗り物、今回ゲットしました。乗り物って言うんでね、ちょっと乗り物って言わさせてもらってますけど、見てください。この斬新な、尻尾がオレンジで、身が白、体の斑点が紫っていうね。で、鼻がね、直角に L 字に曲がっているっていう。これね、岩だと思ったらね、なんか、岩だと思ったらね、なんかでかい敵で、とりあえず戦ってるんですけどね。はい、で、このゲームで、この遠距離と、こういう感じでね、ポンポンポンって撃ってますけど、遠距離の、まあ、銃と、あと近接のね、まあ、近接ですね。近づいて戦う剣とかね、棒とか、まあ、拳とかいろいろあるんですけども、近接と遠距離と、あとで、一つ特殊な能力があって、再能力っていう、まあ、いわゆるサイキック能力的なのがあって、僕はですね、このサイフリークっていう、そのサイキック能力特化のアニマルにして遊んでます。だどっちかっていうと、遠距離とね、近距離あんま強くないんですね。これですね、これ。これがまずね、サイキック能力の基本ですね。なんかこの電撃を飛ばすっていうか、はい、動物の手から電撃が出るんですけども、はい、電撃を飛ばすだけでね、だいぶ、あとね、新しい技を今回仕入れてきて、このね、地面からね、拳が出る、わかりました今の。地面から、親父の原骨みたいなのが出るんですけど、はい、親父原骨、ちょっとこれ当たってるんですけど、わかりづらいですね。親父、当てましたね、今、一瞬。親父原骨。この親父原骨が超強いっていう。はい、これ本来ね、小型だと、剥ぎ取り？あ、こんなシーンあったっけ？なぜか巨大モンスターから鉄の塊を取れるっていうね。飲み込んでたんでしょうかね。親父原骨がね、再能力で結構強いですね。はい。全ての始まりを意味するかもしれない。ちなみにこのナレーションがね、毎度意味わかんないこと言うんで、多分ね、会話とかもね、比較的飛ばしちゃってますね、もう。なんかもう会話、聞いてるとね、なんか頭が混乱してくるんで、はい、じゃあとりあえずまず前哨基地のね1個目に向かおうとしてます。こうオープンワールドとかね、こうまあ進む時もこう工夫していくんですよね。いやー楽だな。何が楽かってね、こう顛末が分かってて喋ることほど楽なものないですね。今までね、全部なんていうの、そのぶつけ本番で撮ってますから。で、あっちにあると。これなんかピンコンピンコン鳴ってますね。これなんか鳴ってんな、これ。この時も気づいたんですけどね。なんだ、電球が切れかけてるのかな。で、ちなみにね、こういうトーテムみたいなのがあって、これで、ね、攻撃すると壊れて素材がもらえます。このね、スクラップ品がね、結構ね、クラフトとかで使うんで、見つけたらね、なんかこれね、そう。これね、カラスがね、水の中泳いでて。見えるかな？あれあれ、白丸がついてると、カラスがね、なぜか水の中を泳ぐっていう謎の現象が起きてて、ね、捕まえようとしたけどダメだったっていう、はい、絵ですね、今のはね。
で、この破綻とこで、あ、着きましたね。ここが1個目の前哨基地ですね。はい。ここをまず落としていきます。で、この破綻とこで、まあ、マーキングを執行すると。どれどれ。そうすると、ここにファストトラベル飛べるようになるんですけども、まあ、ファストおしっこですね。ファストおしっこができるっていう。はい。ここが前哨基地です。今こそ前哨基地を解放する、はい。これを1個目をね、壊さなきゃいけない。これね、なんか、これ味方なんですよ。で、これ、ミリアドっていう勢力についてるんですけど、守る側ね、生命の木を守る側、ミリアドっていう、なんかターバン巻いた、なんか顔のでかいチワワみたいなのがいるんですけど、そいつがボスなんですけど、それの勢力についてて、これ今なんかすげえでかい木の棒を持ってるやついるじゃないですか。後ろに。超ごついやつ。これも味方なんですけど、こいつ一切戦闘に参加してこないですからね。目指す方向これで門を最初開けるだけなんですよ、こいつ。このためだけに存在してますから。ね。なんか戦闘始まるといないですよ、あいつ。あいつが戦えばね、なんかもう一人で無双できそうだけど、なんかいないっていう。はい。じゃあまずはここね。はい。あー、これ親父げんこつですね。あ、これです、これです、これ浮くんですよ。で、浮いたところをこう空中コンボ決めていくみたいな。うん。これがね、もうね、こうひたすら、もうひたすらこう親父げんこつからの空中コンボ。もうはめ技ですよね、これ、完全にね。うん、サイフリーク強いっすね、やっぱね。で、こう上げて、こう空中コンボを決めると。はい。はい、もうあれですね、作業芸ですよね。あ、ボンと。はい。ちょ、引っかかんなかったですね。はい。ポンポンポンと。もう相手はなすすべもないですね、もうね。はい。で、サイキック動力。この基本のね、もうサイキックライトニングで、こうね、ビリビリと痺れさせてやっつけていくと。で、前哨基地がね、意外とね、なんかね、こういうなんかちょっとしたね、ギミックがありまして、これね、ただ壊すだけなんですけど、意外とね、これなんかね、なんか精度が良くて、この弾が。結構食らうんすね。これ殴るだけなんですけど、はい。殴ると壊れるっていう。破壊した。基本的に前哨基地、これ、2個目なんですけど、2個目っていうか、ボス2体目を倒しに行ってるんですね。で、1体目は動画にしてないんですけど、1体目と全く流れ一緒っすね。前哨基地の。大体一緒っすね。ちょっと形が違うぐらいで。はい。で、このドラム缶を落として、なぜか、敵の拠点に、敵の拠点の扉を壊すドラム缶を押してくるんで、これを撃つと。と壊れると。入り込んだぞ。完全にあれを設置しなかった方がいいんじゃないかっていうね、仕組みになってますけども、ここを進んでいくと。はい。でね、ちなみに1体目のボス、まあ、この前哨基地を3つ潰して、ボス戦うんですけども、1体目のボスは戦わずに、降伏してくれましたね。だから今回もね、降伏させたいですよね。ボスと戦わないっていうね、流れになりそうな気がするんですよね。なんか、もうね、1体目のボスでね、もう、あれこれもう全部降伏すんじゃねえかなっていうね、気がしてならない。オッケーです。これをね、叩いていくと。はい。いいですね。はい、はい。で、氷。これ氷もあるんですね。これ氷はね、本当はね、地面がね、凍って、みんな凍るはずなんですけど、なんかね、地面がここね、あ、ここです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 。なんか、ツルツル状態になると。あれみたいな感じになっちゃう。その間敵が無防備になるってやつなんですけど、正直ね、親父げんこつが一番強いですね。どっちかっていうとレベルはね、この氷の方が上なんですよ。完全に上。もう2段階ぐらい上の技なのかな。2段階ぐらい上のイメージの技なんですけど、はい。全然親父げんこつでええよって感じですね。でね、この謎解きがね、ここの火浴びながら、このバレルを回して、で、ちょっとこの時よく分かってなかったんですけど、これをね、壊さなきゃいけないですね。で、これ銃で撃ってもね、壊れないことにね、この時気づかなかったんですね。ある程度まで壊れるんですけど、殴らなきゃいけないっていう、結局、ちょっと警戒してますね。なんで近づけないじゃんとか多分言ってますね、これ多分。しっかり叩くんだ。はい、これ叩くとね、一発で壊れるっていう、なんかちょっと。で、ちなみに、そう、遅いんですけど、近接電灯はね、この棒を使ってますね。棒が強いです、マジで。はい、これちょっと回して、はい。ね、ほら、気づいてないでしょ？ね。相変わらずね、ちょっと、あれがないんですよね、観察力がないんで、1個目で気づくだろうって話なんですけどね。2個目でやっと気づくっていう。はい。で、
次に進んでいくわけですけども、これなんか上に砲台がありまして、まあ、これを使えと、はい、で奴らに仕掛けるって書いてあるから、あ、これで連射して倒すのかなと思ったんですよ。この時やばいじゃんと思って、そしたらなんかね、あの門の上の、なんか鍵みたいなとこ撃つだけっていうどんな仕掛け、もうすぐだ奴らに仕掛けるっていう題名は何だったんだって感じなんですけどね、うん、よくあるじゃないですか、なんかね敵がねもうね数十人迫ってくるとこ、あれはバンバン撃って倒すみたいな、そういうのをちょっと一瞬想像したんですけど違いましたね。はい、全勝基地は、はい、取りました。お前のトライブの問題戻ったはい、全勝基地取りました、ありがとうございます。1個目制圧です。いやすごい戦いでしたね。はい、でこう全勝基地を取るたんびにここのボスがこうね一言文句を言うモーションが入ってくると、はい、これがうちのボスですね、社長です、これ社長ですね、はい、でした。で面白いのがこれ、まあこの全勝基地1個目取りましたと、でショップも開店しましたと、こんな感じなんですね。もう早いことに制圧してすぐもう商売を始める。そしてね、社長が自ら全勝基地にこう視察に来るっていう映像が全勝基地の開放において素晴らしい仕事ぶりを見せてくれた、はい、でこの会話がねもうめちゃくちゃなんで、ドライブ戦争の終、これはもうね聞かなくていいです、これこれ聞かなくていいです、これはねアップデートで治るらしいんで、治るまではねちょっとね聞くに耐えられないんで、うん、なんかね僕の動画のどれかにバイオミュータントのなんかもう3日でね、なんかちょっともう翻訳が聞くに耐えられなくて3日と持ちませんでしたって人がいて、30分だっけな、ちょっと忘れちゃいましたが、3時間かな、そんな人がいましたね。はい、で次の第2拠点に向かっているところですね、これはね。でこれ水警戒してますね、水ね、溺れて死ぬことがあるんで、風のように乗りこなせ、深いとね上がれないんですよ。そしたら思ったより浅かったっていう、こうはい、でねこのね花直下くんとすごい進んでるんですけど、町みたいなところを見つけるんですね。あんまりね、なんかね、このゲーム町みたいなとこないんで、結構これ感動してましたね。クロスウェイを見つけたら、おー、町あるんだーっていう、なんか結構平凡なコメントだったと思います、その割には。町ですね。はい、まあこれね、町っつっても4軒ぐらいしかない。ビル4軒ぐらいしかないですけどね。メッセージを電波の代わりに、はい、バズワイヤーに乗せて送り届けて、でこういうねパズルもあるんですね。操作ボックスのハンドルを操作しないといけないよ。ちょっとしたミニゲームですよね。もうねあれですよね、アプリゲーのなんかちょっとこうなんか時間回復とかできるようなやつですね。一回やると、はい、でなんか服をもらったと、なぜか電話ボックスのパズルを取れたら服をもらうっていう、はいはい、でまあこれ強いと思うじゃないですか。なんかね、ちょっとレア度が高いみたいな感じだったんで、試しに見てみたんですね。うん。これですね。これですね。これじゃないや。どれ？探してますね、一生懸命ね。どれだとか言ってますよ、多分これ。どれだどれだっけなとか言ってますよ。お得意の。あれこれじゃないしなとか言って。あれどれだっけなとか言って。あ、これかーって言ってますからね。それはそうですよね。一番、最新撮ったの一番上に来るはずなんで。なんで下を見たんだっていうね。抜けてるよね、基本的に。はい、壊していきます。よし。木材のスクラップだ。はい。で、これ取れるね、資材が違うんですよ。木でできたやつは木材で、タイヤからできてるやつはゴムとかね、そんな感じでね、ちょっと取れる資材が違いますね。全勝基地2個目へ向かっております。意外とね、多分近場まで行ってからカットしてるんで。クイッククワープ全勝基地、あ、来ました。ネトラトライブが初めてここを形作った。はい、で、ファスト執行します。はい、どれどれ、はい、どれどれって言うんですよね、これね。なんかね、おしっこの健康を見てるかのような。お前が全勝基地を解放する、なぜか第2拠点に来たらでかいやつがいないっていうね。できる限り前進を続け、ディストラされたんでしょうかね。やっぱね、あいつ攻めないですからね。ハイブームのチームが全勝基地を奪取する手助けをしてくれ、なんかアークシューターっていうのがやられて、アークシューターがやられている。でこのアークシューターを直してくれと、またハイブームを打ち込めるようになった、うん、このアークシューターを、まあ、この第二拠点を落とすのには必要だと。でこのアークシューターを、まあ、起動させてくれというね、まず起動させてくれという話だったんですね。
翻訳では。だそれをやりに行きます。はい。で、アークシューター、さっきの実は街の、屋上にあったっていう。屋上にありました。はい。で、あの上にあると。山を登るのは一苦労だ。で、グライダーをゲットしてるんで、グライダーでね、こう行きます。はい。なんかね、全然伝説みたいな感じですけども。はい。行きましょう。はい。で、まあまあ、相変わらずこいつらがいると。はい。ここはもうね、もういつも通り縛いていきます、ここね。はい。はい。はい、ポンと。なんかね、ここ抜かないんですよ。なんかバグなのか。それから、ね、多分もしかしたら、後から思ったんですけど、多分空中の最大地点みたいなの、なんていうんですか、高さの最大なのかなと思って。浮かないですよね。はい。で、これですね。これがアークシューターと。さっさと直すんだ。はい。なぜかアークシューターもパズルが必要っていうね。はい。まあ、パズルをしていきます。はい。簡単なパズルでした。そしてアークシューター起動。はい。で、まあ、まだですよね。3つあるらしいんで。これがね、レアなね、帽子。シングルビーニーですね。これね、お、かわいいとか言ってますよ。どうせ。お、かわいい、これいいじゃんとか言ってますよ。で、ここにかぶせていくと。はい。で、意外とかわいいですよ、やっぱり。あ、なんか、あれだね。なんかクリスマスみたいなのがすごい普通のこと言ってますよ、多分。こういう時普通、割と普通なこと言う傾向にあるんで。なんかね、こういう時は普通なんですけどね。なんか突拍子もない時に突拍子もないこと言うタイプなんで。はい、行きましょう。はい。で、ここを伝っていくと。はい。バランスが肝心だ。打ってくると。全く当たる気配がないですね。なんか泥団子みたいな投げてくるっていう。で、あいつなんか落ちたんですよね。なんかあれ意味がわかんないなと思って。はい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 。はいはいはい。3人いる。これを倒していくみたいですね。はい。一体このアークシューターに積んである土のうは何から守ってるのかって感じですけどね。ね。特にこの街で戦争みたいなのが起きてる傾向にないですけどね。はい。で、このアークシューターを守ってる奴らそのものに対して、なんで全部俺にやらせるのかっていうふうに思いましたけどね。ミリアドのうちの勢力結構人数、さっきもね、見ましたけど、結構いるんですよね。いるんですけど、なぜか。これね、これ戦いづらいんで、親父パンチやったんですけど、親父パンチが横から出るっていうね。これ、横から出ても強いんじゃないとかと思いましたけどね。ひどいですけどね。はい。じゃあ、もう2個目ですね。アークシューター。で、このアークシューターを直す、そこじゃないよね。そこだよね。はい。アークシューターを直す、まず直さないと第2拠点を、まあ、落としに行けないという話なんで。はい。2個目は、2個目です。さあ、これをね、結構だ、第2拠点結構大変だなと思いましたね。まずアークシューターを直すところからなんで、ああ、意外と結構クエストとしては長そうだなと思いましたね。なんかちょっと本格的ですよね、やっぱね。こういう砲台で、おそらくなんですけど、ちょっと遠距離こう仕掛けて、敵の勢力を少し削ったところで、まあ一気に攻めて拠点を落としに行くみたいなね。まあ兵法としてはあり得るやり方ですからね。まあもしかね、城門をね、ちょっとこう開けるとかね、これでね。まあそういう感じだと思うんですけども。はい。ドン。はい。で、まあ、それを、そう思いつつ、こう、三つ目をね、やっぱり、まあ、期待しながら、まあね、仲間のために、こう、戦うわけですよ、僕はね、一生懸命。はい。殴りが苦手なのにね、頑張って殴ってます。これでも殴りの威力低い方ですからね、近接特化とかすごいみたいです。なんか落ちたんですよね、あいつ。はい。はい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 。で、落ちてめんどくせえなと思ったんですよ。下行っちゃったなと思って。吹っ飛ばしてやれ。はい。したら終わったっていう。このゲーム落下しないんですよ。落下しないのに落下死するっていう。なんで落下死したんだろうなと思って。はい。アイテム取りました。はい。カモフラージュパンツ。はい。ちょっと渋谷系ですね。はい。そんで、で、一応ね、カモフラージュパンツ気になるんで、今ね、カモフラベストを、そういえば取ったなーっていう話をしてますね。カモフラベストを取ったから合わせたら強いのかなーとかって言ってますね。でね、今ね、現状ね、フレアスカートって言って、スカート履いてるんですよね、これね。なんでか知らんけど。で、カモフラージュパンツが全然良くなかったっていう、エネルギー回復っていうのがね、やっぱ必要なんですよね。エネルギー系で戦ってるんで。はい。だからあんま良くねえな、つって、やめました。はい。さあ、三つ目。
これでアクシュートは完成。これでね、第二拠点ついに攻めに行けます。治ったぞ。はい、治りました。アクシューターがハイブームの発射準備に入った。はい、アクシューター照準器もちゃんと機能を仕掛けました。全勝。はい、取りました。お前のトライ2個目とこれには驚きましたよね。お前は彼アクシューターというものを直して全勝基地の2個目を一緒に 取るためにちょっと手助けしてくれてたら、アクシューター直したらもう取れちゃうっていう、ね、力を増しているぞ。ガバガバですよね。はい、はい、来ました。さあ、もうね、昇魂高橋、すでにもう商売を始めました。そして、社長、自ら代理拠点に、もう毎回顔を出してきます。社員からしたら迷惑でしょうね。解放において、うん、素晴らしい仕事ぶりを見せてくれたな。解放すれしたら下で絶対来ますからね、これね。また一歩、あそこには。はい。行きましょう。迷惑ですよね。すぐ視察来ますからね。何かあるたびにすぐ来るんでしょうね。はい、じゃあ3つ目目指しております。ここでなんかね、なんかいるんですよ。この、ね、タイヤのね、このトーテムを壊しに来たら、なんかめちゃくちゃでかいドブネズミみたいなの2匹に絡まれて、これがですね、あの敵の体力フラットっていう敵の体力上にあるんですけど、あれの横に20ってあるじゃないですか。あれがね、敵のレベルなんですけど、これで明らかにレベル上なんですよね、自分より。すごい強くて、これで、なんかあの全勝基地より全然こいつらの方が強いじゃんって言いながら戦ってますね。もう、まあ、土星論ですよね、完全なる、ね、すごいですよ。もうなんかバイオミュータントと言えるべく、なんかね、ドブネズミの進化系みたいなね、これぞバイオミュータントですね。さあ、これもね、再能力の一つですね。回避しながら火を出すっていうね、もうなんか恐ろしい。もう生物すべてがし、ね、震え上がるような技ですけど、あのなんかたまにあの一瞬出るマトリックスみたいな、なんかあのゆっくりしたモーションはあのスンデレで回避してるとああなりますね。ほんとあの後ね、反撃ができるんですけど、あえてしてないですね。はい、あのなぜかというとね、大したダメージにならないと再フリークなんてね、しっかりサイキックで戦った方が強いんで、このキャラ。はい、サイキックで戦っていきます。で、なんかね、あの、銃をね、これあの、新しくクラフトした銃をちょっとここで使ってるんですけど、相談数がね、尋常じゃなく少なくて、すぐ玉切れを押すって言って、なんかね、7、8発撃ったらもうなくなるんですよね。はい、頑張ってます。いや、強いっしょ、これ。シンプルに強いっていう。全勝基地とかもこれぐらいのね、戦いをね、予想してたんですけど、シンプルに強いんですよ、こいつら。マジで。はい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 、再能力、とにかく1体でもね、落とせば。危ない、マトリックスありましたね。はいはい、避けてる。はい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 、はい、1体倒しました。これ1体倒せばね、1体いったらまあなんとかなるんでね。はい、はい、倒しました。はい、これはね、なんかお肉っすね。でなぜか鉄のあれですね、あの銃の銃口が取れるっていう。しっかりしがみついて話すな。はい、鼻直角と向かいます。いや、なんかね、こういうね、なんかね、なんか新しい、まあ、ミュータントと出会ったりするのも楽しいですよね。ちなみにこのゲーム、楽しいか、つまらないかって、よく論争されてるんですけど、世の中で。なんか、つまらないっていう、まあ、クソゲーやこれって言ってる人も多いみたいで、多分翻訳のせいだと思うんですけど、で、個人的にどっちかっていうと、シンプルに面白いですよ。このゲーム。やばい。で、なんかやばいって自分が今プレイしてないのやっちゃった。シンプルにね、面白いですよ。なんかね、やってると、新しい、なんかアイテムあさりとかしてると、マジ時間忘れますね。で、こう、バイオハザードゾーン来ちゃう。間違えてね。これ、ね、前回動画にしましたけど、ここはね、バイオハザードスーツ着てないとダメなんで。じゃ今、バイオハザードゾーン行く気ないんで、あれ間違えたっつって。で、あ、こっちだなっつって、トンネルをこう抜けていくと。あれは凶暴なラッコですね。うん、シンプルにね、面白いですよ。だから、ただね、一つだけ言うと、まあ、PC ゲーですね、これね。PC のゲームをやり慣れてる人が、
なんかちょっと納得できるようなクオリティなんですよね、多分。PS4 とか5とかの、まあ、いわゆるそのもう、ね、しっかり完成されてるゲームに慣れてる人からがやると、なんかちょっとね、フルプライスで買うと、ちょっと笑えない状況なのかもしれないですね。時間泥棒ですね、このゲーム。結構サイドミッションとかめちゃくちゃあるんで、でやってるとね、なんかアイテム拾ったりして、あ、これなんか改造したら強そうだなとかね、そういうのね出てくるんですよ。はい、でまた出てくるとこれね、これがね、なんかね、なんかボクシングスタイルの牛みたいなやつらなんですけどボクシングスタイルのバッファローみたいな、なんか人型の、うん、可愛いんですけど、ほらほら、ボクサースタイルでね、両手をこうね、しっかり肘曲げてくる、ボクシングスタイルなんですけど、こいつらがね、意外と可愛いんですけどね、なんでか敵っていうね、はい、頑張ってますね、サイキック能力で、はい、ただね、強いんですよ、こいつら、攻撃力が、なんかパンチでやってくるんですけどね、素振力が高いんで、結構うかつに、油断するとね、ボコボコにされると結構削れるっていう。はい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 、まあでも裸なんでね、そんなにサイキック能力弱いっていうところがあるかもしれませんね。はい、この中ね、昭和の街みたいなところがありますと。なんでか昭和の街ですよね、これね。なぜこんなものがあるのかよくわかりませんけど、また来ましたね、これね、あのデカラットですね。デカラットはもう無視します、ここで。あれ強かったからね、あれはさ、切れないよっていう。で、まあ、拠点の雑魚くんたちがいます。これも無視します。はい。はい。で、この先に、第三拠点。第三拠点はね、やはり激しい戦いになるんじゃないかなとね、予想がつくと思うんですよね。やはりね。第一、第二があれでしたからね。まあ、言うてね、敵の拠点ですよ。この世のね、生命の木をね、破壊しようというね、勢力の、まあ、息がかかった敵の、第3全勝拠点でございます。そんな簡単にね、落ちるわけないんですよ。だってこれを抜かれちゃったらボスだからね。会社で言ったらまずいですよね。もうね、第3死者まであって、第1に抜かれてますからね。第3抜かれたらもう次本社しかないよって言ったらね、上司も激怒ですからね。ここは第3拠点。おそらく間違いなく、相当な戦いを仕掛けてきます。さあ、来ました。これが第3拠点のボスです。区別がつきませんけどね。はい、来ました。自分の前哨基地が侵略されるとは思っていなかった。さあ、第三拠点のボスです。お前が彼の敵と協力しているのを見て、やっぱ第三拠点、やっぱりどしっと構えてますね。さあ、どうしようか。やはりここはね、戦いもせずに前哨基地を譲るほどの、あえて説得してみましょう。まあ無理でしょうね、やはりね、第三拠点のプライドがある。ここはね、説得を試みてみます。いや、無理だと思います。さすがに激しい戦いになると思います。命を捨てる覚悟で説得しています。平穏に収束させた方がいいと気づいたそうだ。前哨基地はお前に任せると言っている。前哨取りました。なんだってこのゲーム。前哨基地3つ抜きました。弱々しくしたと言うんだ。彼らは諦めないぞ。文句言う、こっちに文句言わないでほしいですよね、もうね、敵のボスもね、自分の部下に全員に文句言って。はい、商売始めました。そして商売を始めていく。なぜか商売をすぐ始めますからね、こいつら。商魂高ましいですよね。もう掃除までしちゃってね。はい、社長来ました。社長、毎回来ますね、これね。はい、ということでね、この後からは、マイクにね、音量入ってますので、実際のリアルタイムのね、実況の方で切り替えていきたいと思います。それじゃあ、ありがとうございました。じゃあね、目と鼻の先なので、もう今日は行っちゃいましょうか。このね、拠点潰し。ここ。もう目と鼻の先だもん、本当に。ネトラ。ネトラ要塞行っちゃいましょう、今日はね。じゃあ、ここのね、地区をね、我が物を支柱とする動画にしましょうか。かな？よし、行こう。多分ね、ちょっと三つ目もね、三つ目がちょっとすごいことになっちゃったんで、あれですけど、これ飛んだ方が早そうっすね。ちょっと置いていこう。飛んでいくわ。飛べるんで、これ。シャーで。あれ？
出た。これね、あの、思い出のカワウソって勝手に呼んでるんですけど。こいつ、こいつでね、なんか思い出でね、あの、パワーアップができるんですね。やりましょう、思い出のカワウソ。出てきちゃったよ。なんか、まあ、昔の記憶に戻るんですね。我々は皆誰かの思い出となり、これいじめっ子なんですよ。いじめっ子三人衆、これを倒すんだと思うんですけど、これね、負けてもね問題ないんで、まあ、結構きついですけどね、このね、この数。だってこれ何人のって感じだから、いや無理でしょこれ。いや無理ですよ。いじめられた子供がその記憶を避けるために作り出す幻想のように、いや、いじめっ子にボコボコにされた時の記憶なんでしょうねこれね。で、なぜかこの記憶を呼び戻すことによって、しかし記憶が自分の未来を変えることは間違いない、なんかね、能力に目覚めるっていう、うん、能力っていうか、あのぴょんぴょこついてくるバッタがいるんですけど、あのバッタの能力がなんか思い出すっていう、オートマトのパワーアップ機能を思い出したようだな、うん、そうですね、それはいわゆるブースターだ、はい、まあ、これを思い出すと、はい、こういうね、なんかあのこういうやつらしいです。はい。でもなんか多分一時的に攻撃力が上がるような能力を今多分思い出したと思いますね。なぜかいじめっ子との苦い思い出を思い出すと、なぜかバッタが成長するっていうね、結構、なんか斬新なシステムですけども。さあ来ました。誰が主か見せつけてやれ。さあ行きます。さあ、ネトラ要塞来ました。ここがね、最後の砦。まあ余裕でしょうね。今までのね、私の行いを見てれば、はい、OK。お前なら使えるはずだ。さあ行きましょう。簡単にクリアできるはずですね。お、揃ってますね、これね。もう戦争やる気も、もう、これは今回期待できるんじゃない？ねえ、なんか、三国無双みたいな感じになりそうですね。これは期待できそうだ。どれどれ。どれどれ。はい。行きましょう。さあ、隊長。ここの隊長ね。ミリアードトライブ。あ、ミリアードトライブ来てますね。オッケー。彼らはお前を待って。よし、準備完了だ。この世行きましょう。しっかり備えるといい。スリングローバーでお前を飛ばして壁を越えさせる計画だ。オッケー。探してくるといい。ヘルメットは。え、ヘルメット探しに行くのこれ。投石飛行。あ、あそこで行けってこと？安全棒を入手する。用意しておいてほしいな、それぐらいね。正直ね。正直な話なんですけど。おー、いい感じ、いい感じ。これがあっていいっすね。グライダーがね。これグライダーも、ちなみにこのグライダーも、いじめっ子との思い出を、経由することによって思い出した能力ですね。そういえば飛べたんだ、俺のバッターみたいな。そういう感じでしょうね。多分ね。なかなかないですけどね。安全棒どこでしょう。え、どこ、あ、ここ、これ、あ、違うな、部品だな。ん、なんか上にマークついてるな。あ、ここの上があるのね。なるほどね。おー、当たった、当たった。はい、 OK。 お、レジェンド、レジェンダリー、 OK、 いいね。じゃ、戻るのこれ、うそん。はい、ではね、ヘルメットを取ってきましたんで、早速ね、最終戦に仕掛けていきたいと思います。さあどうなるんでしょうか、楽しみですね。はい、持ってきました。敵のトライブを解放する時だ。よし、シーフーの元にたどり着くまでできるだけ穏便に済ませろ。なるほど、穏便に行くってこと。真の自由を得るにはトライブを団結させると。どう、はい、あ、こういうことね。自分が乗っかって。すごい原始的な。あの人数の団体は何だったんだ。あ、みんな投げ込まれるの。いや、ヘルメットしてないやついるけど。大丈夫だ。おー、来た来た。さあ、来ましたね。まあ、まあ、相変わらずのメンバーですね。はい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 。でね、銃がね、弾がね、たくさん込めるよ。意外とね、これ、エイムいるんですよ、このゲーム。何気に。だパッドのね、人結構辛いんじゃないかなと思うんですけどね。意外とちゃんと、おい、てててて。はい、オッケー。おー、ちょっと待って。はい、氷。
け。はい、アッパー。あ、すげえ浮いた。すげえ浮いたな。4匹浮いたぞ。はい。はい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 。スピン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 。強いっすよね。結構強いと思う。銃の威力あんまないんですけどね。僕のキャラ銃の威力あんまね、乗らないんですけど。アッパー？はい、どこ行った？はい、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 はい。はい。はい、オッケー。はい、倒していきました。で、次かな？天下具、これか。これをやると。あ、なんかお相手もしてる。あれはファイアスターターだ。ああ、これ火つけるんですよね。これ火つけると、なんか燃えるんですよ。簡単に火がつきそうだ。火が必要なら火花を起こせばいい。はい、これ火つけるって燃えていくっていうね。多分これで壊れるんじゃないですか、入り口が。あ、まだいっぱいあるんですね。やたら燃やすんだな、これ。火にね、異常に弱いんですよ、この敵拠点が。光より明るく燃えるな。あ、オッケー。はい、点火しました。そして進むと。はい、砦の警備兵。同じ奴らしか出てこないですね、ひたすらね。警備が手薄すぎますね、これね。5人しか出てこない、基本的に。はい、はい。一緒に乗り込んできたやつはどこ行ったんでしょうか。全く様子を見ませんけど、どこ行ったんでしょうかね。全く見ませんね。もう一人なんか突入してきてって言ったと思う。なんだなんだ、バグってんのか、あれ。はい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 、どうすん。はい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 、どうすんと。はい、オッケー。はい、あぶれあぶれ。はいはい、電撃電撃。この遠距離攻撃、みんな結構遠距離攻撃してくるんですね、意外って。ドスンと、はい。あ、オッケー。はい、ボコン。ボコンが強いですよ、本当にね。はい、オッケー。はい、ラスト一人。危ない？はい、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 はい。ドコン。1、2、3。はい、ドコン。ハメです。2、3。はい、ドコンと、はい、オッケー。1、ボコボコボンカー。新しいメインクエスト。びっくりした。俺の今の必殺技かと思いましたね。ポコポコボンカーっていうのをやったのかと思いました。日中は活気に溢れているな。オッケー。はい、この上に行くと。なんかほとんどザルですね。ガンガン進めますね。敵のね、ボスの拠点とは思えないぐらい。お宝も漁り放題っていうこのね。まあ、これ後でやりましょうか。おぉ、やば。これいいやつですね。さあ行きましょう。いいものを取りつつ、巨大ハンマーは門を突破するのにちょうどいいな。はい、まあ、門を破壊する装置ですね。よくあるね、三国志とかでよく見ますよね、これね。はい、ノックするだけで赤星だ。こうして、はい、巨大ハンマーだ。ドーンと、はい、わーわーと。2人しかいないと。行くぞ。さあ、社員2人です。社員2人、社畜2人と、私が3人目、3匹目。ボーン、はい、開きました。メトラトライブは自由を尊重し、自由を守るために尽力している。彼らは各トライブが自立しながらも、信頼し合える関係を作り上げることこそが生き延びる唯一の方法だと信じている。まあ、協力したいということを言ってるみたいですね。こんな結末は思ってもみなかったが、団結よりも戦いを選ぶ理由などどこにもない。なるほど、賛成だ。戦いの後には何も残らないからだ。賛成でしょう。 お前に類いまれな力を見出したそうだ。そうか。だが戦ってばかりいるなら味方にはなれないと言っている。じゃあ俺が生存を約束する。説得力のある話を聞いて彼もこれ使わんちゃったこのゲームなんだ。あのね、2つ拠点を落としたんですよ。倒された。大きい拠点をね、彼のトライブの運命は2人とも捕まりましたからね。はい、彼は敵のシーフーの処遇についてはよし、中身で入れてやろう。こいつ可愛いから、見るからに助けが必要な相手に。よし、隠して、お前は運命の道を歩み出した。これちょっとナレーション変ですからね、飛ばしますね。彼らは共にある、はい、おかしいですか、日本が。世界の秩序と安定が再び成り立つまで。よかった、仲良くなったみたいですね。彼は他のトライブがこの戦争には勝者がないと悟ったという知らせを受けた。なんだこの反目って。彼はお前の努力が功を奏したのは明白だ、うん、なるほど。まあ結構戦いはね、中盤に差し掛かってきましたということですね。はい、今それでお前は今すぐ戦争を終わらせたいか。
それとも残骸トライブ征服に参加し続ける。残骸トライブの降伏を受け入れる。彼らの服征服には参加しない。どういうこと？まあ、戦いを続けよう。予想外だな。お前は目的を達成し、敵の要塞でシーフーに戦いを挑むには、敵の前哨基地を制圧し、トライブを十分に弱らせる必要がある。さあまたね、また前哨基地をやってから、新たな、拠点を叩きに行くと、そういうことでございます。はいはい。あ、次こいつね、アンカティってこいつこいつも多分仲間になると思うんですけど、最終的にね。はい、ということでね、バイオミュータント、今はねこういうね、まあ、戦争をやってるんですけど、おそらくね、そのうちね、あの生命の木というのを、破壊しに来る、なんか4体の四天王みたいなのがよろしいんですよ。すごい、なんかそれが強いらしいんですけど、それをね、おそらく倒すことになると思います。レトラのチェーンフックだ。お、やった、武器ですね。やった、これ武器ですね。強いのかな、これ。ネトラのチェーンフック、あのボスの武器ですね、多分ね。戦わなかったからね、あれ武器じゃないのかな、なんだろう、なんでしょうかね。遠距離武器とか、あ、遠距離武器、あ、遠距離武器だ。これ何なん、強いの。今日は何かが起きそうな予感がする。なんだこれまあまあまあ、なんかチェーンフックと遠距離武器を取りました。ということでね、ちょっと長くなりましたけど、次回もね、ぜひよろしくお願いします。もしかしたらちょっとね、前半ね、あの後付けでね、ちょっとね、ナレーション感覚でちょっと入れてるかもしれませんけども、その辺は気にしないでください。それじゃあ、バイオミュータントでした。お疲れ様でした。またね。お、ポーカーやってる。これ何、強いのこれ。威力が圧倒的弱そうだったけど、これなんか敵を引きつけるみたいな感じなのかな。